銀河を眺めると、後半いずれの人か初めて月を見る、光月いずれの年か初めて人を照らす、という詩の一節を吟じる人がいる。この古くからある問いは、あの小さな牧者にとってはただの計算問題に過ぎない。万物をデータとみなし、砲丸による観測で千秋ラフの順調な航行を守っているのは、色をなき砲丸と称される大牧師の大牧、普賢だ。大牧のことを詳しく知るため、今日は長年彼女と一緒に仕事をしている大牧師の古株、静寂さんをゲストにお招きした。その静寂さん、もう番組は始まってるんだが。どうも静寂です。大牧様のことを知りたいなら私に聞いて。おお、きっと君は普賢が最も頼りにしている人なんだろうな。大牧様が私なんかを頼りにしてたら、大牧師はとっくに終わってるよ。今のは言って大丈夫なやつ？平気平気。大牧様にこんな番組見る時間なんてないし、今まで職場でやってこれたのは上司を細かく観察してたからなんだ。色をなき砲丸と称される普賢は、孫悟の運命を歩む漁師属性のキャラクターで、迫り来る危機を解決することが得意だ。通常攻撃、刺激再生で普賢は指定した敵単体に自身の最大 HP に応じた漁師属性ダメージを与える。戦闘スキル、大尾の行旗、影示す霊台では自身の砲機、旧艦の陣を起動して味方を援護するぞ。旧艦の陣はすごいんだ。大牧師独自の砲機で無数の玉鳥を連ねた計算機なの。あらゆる災いを牧算して味方の戦場での負担を分散できるんだよ。その通り。旧艦の陣が継続している間、普賢はバリアに防がれる前に味方が受けた一定割合のダメージを分担する。私には命を削って働くなんて無理。また旧艦の陣の中にいる味方は普賢の最大 HP に応じて最大 HP がアップ、同時に回心率もアップするんだ。特定の奇跡を解放後、旧艦の陣の継続中に味方が行動制限系デバフを付与された時、味方全体は今回の行動で付与される全行動制限系デバフに抵抗する。この効果が発動できるのは1回だけだが、再度旧艦の陣を起動すると発動回数はリセットされる。天が崩れても上司が支えるってことだね。普賢が戦闘可能状態の時、味方全体の被ダメージを減らすことができる。 HP が一定割合を下回った場合、普賢は失った HP の一定割合分の HP を回復。この効果の初期発動回数は1回、最大で2回まで累積可能で、 HP がゼロになる攻撃を受けた時は発動できないから注意だ。さすが大先輩。必殺技を発動すると、普賢は敵全体に自身の最大 HP に応じた漁師属性ダメージを与え、テンプの HP 回復発動回数を1回獲得する。出た、私がサボってるのを見つけた時の目だ。こんな圧に耐えながらサボれるなんて大した度胸だな。探索中に普賢が秘技を使用すると、味方全体に一定時間継続するバリアを付与する。このバリアは敵の攻撃を防ぐほか、持続中に戦闘に入ると一定ターン継続する旧艦の陣が自動的に発動するんだ。おお、ちょうど気候長が足止めを食らった普賢の姿を捉えたようだな。退勤後なのに働いてるの？用があるなら明日にすればいいのに。敵に対して普賢は臆することなく戦闘スキルを発動。旧艦の陣を展開して味方のダメージを分担し、味方の最大 HP と回心ダメージをアップする。だが敵は手強い。度重なる侵攻を受け、普賢は命の危機に陥った。気をつけて、退勤後の怪我じゃ労災は降りないんだから。気球存亡の時、普賢は自身の HP を回復し、一気に形勢をひっくり返した。すごい。敵は諦めずに命がけの抵抗をしている。数ターンの間、普賢は何度もダメージを引き受け、再び命の危機に陥ったが、 EP は満タンになった。普賢は必殺技を発動。敵全体にダメージを与えると同時に HP 回復のチャンスを得た。これで彼女の HP はまた安全圏に戻ったな。ここまで粘れたのはすごいけど、
大木様と残業するには経験不足かな。さっさと投稿して早めに退勤した方が良かったかも。かなり消耗していたから相手も投稿する気力がなかったとか。攻撃を何度も受け末路に向かい退勤だ。今日はこれで終わり。はぁ、疲れた。この電話が終わったら私も帰ろう。どうも、お電話ありが。前作、出張したいとかおかしいと思ったのよ。やっぱりサボってたのね。今月の目標は達成した？1年先延ばしにしてる振り返りは？ふん、後でお仕置きが必要みたいね。諦めた方がいい。今戻って残業すれば交通費くらいは出るかもしれないぞ。